はたは、中国語漢末期から三国時代の学者、政治家。字は、古直。疫州交換軍面築県の人。若い頃から、文才や弁論に優れており、州や軍から、たびたび招兵されたが、病と称して出資することはなかった。流縁の招兵を受けた際にも辞退したものの、東欧とこれまさ、何たけしとおそは勝ち、重ね者の故事を引いて、 同郷の忍安を推薦している。後年、諸葛亮が忍安の優れた点を、旗に尋ねると、人の善事を記憶し、過失を忘れるところですと答えた。劉章の時代にも、同郷の地中十字王将からの出資の誘いを断っている。劉備が駅州を閉廷した後、交換大衆の加工さんは、旗を、五官城、私有採取に任命して、中保と呼んだが、旗は、 病まいと称して出資しなかった。加工さんは、高層の古木、主母の大広氏を伴い、食膳を持ち運んで、真の屋敷を訪れ語り合ったが、旗が自邸から出ることはなかった。加工さんは、旗を招兵しようと三度その邸宅を訪れたという。その後、劉備に召し出されて、十字採取となった。劉備が、勘の仇討ちのためくれを攻めようとした際に還元し、一時、 投獄されている。224年、諸葛亮が液臭木になった時、旗を抜擢して別画とし、続いて左中老将、長水行為とした。また、呉の使者として長恩がやってきた時に彼と弁論したが、長恩は旗の白色ぶりを称賛している。広塚佐能まで登ったが、226年に死去した。陳寿は旗について、 世俗から離れることを良しとしながら、愚人のふりをして、世を避けようとはしなかった。しかし、受け答えには、余裕があり文章は壮麗であった。一代の妻子と言えようと評している。同郷の方は、傲慢な性格で他人を警部することが多かったが、旗だけは敬っていたという。王将が、章従うと、李広氏のために祠を建てたとき、旗は手紙を送って、 しばすけも祀るように要請した。後帝のけいまたこう、みかど、王派について語り、その論は非常に筋道立っていた。しは若い頃に何度も旗を尋ねて質問し、その言葉を春秋前避論の中に記録している。小説、三国支援儀では、劉将配下として登場する。劉将が劉備を駅州に迎えようとした際は、反対した。 劉備軍の関与が幸福韓国に来た時には関与が取った傲慢な態度を一括している。ありがとうございます。